オープンザ・ファンタジー・ワールド異世界へようこそ。こちらのゲームはバトリがテーマの作品で、主人公はクソガキユイと名付けております。いやー、それにしてもこの BGM よ、スタマイの世界観が異世界化する感じ、楽しみだね。早速ご覧いただきましょう。どうぞ。どうしてこんなことに？いきなり異世界観、モンスター登場かな。足が重い、腕が重い、倒しても倒してもキリがない。今までにあんまりない描写だよね。クソガキ。大丈夫です。薬草はもうない。このままやるしか。ん？走り出そうとした瞬間、カクンと勝手に膝が折れる。これ、毒？嘘。霞がかってぐらぐらと揺れる視界の中、目の前の竜と目が合った気がした。巨大な竜。ああ、あれが来る。もうダメだ。終わりを覚悟してゆっくりと目を閉じる。とりあえずピンチだね。すいません、最後まで一緒に戦えなくって。諦めるな。守ってやるから最後まで立ってろ。え？誰のセリフなのかね。そして夢落ち。ふわぁ、コーヒー飲みたい。ん？ああ、これか。そっか、昨日の夜読みながらいつの間にか寝ちゃったんだ。 SOP 徹底解説と銘打たれた賑やかな表紙の分厚い本を拾いながら目をやると、案の定ベッド脇の明かりが控えめに点灯したままだった。 SOP ね。そういえばなんかやたらファンタジーな夢を見たような。内容よく覚えてないけど面白かった気がする。まあ夢ってそんなもんだよね。今日のもあんな感じだったり、明かりのスイッチを切ってもう一度大きく伸びをする。うん、よし。今日に関わる話だったのかな。10月最後の日曜日、ちょうど今ぐらいだね。数時間後に待つ未知の体験に期待と想像を膨らませながら、私は身支度を始めたのだった。待ち合わせ10分前、ショッピングモール。大きなショッピングモールの一角にある改装中の屋内アミューズメントパーク。待ち合わせ場所にはすでに見知った人たちの姿があった。おはようございます。どうも。おはようございます。まあ別に早くないけどね。まあ彼らの方が早かったわけだからね。おはよう、よく来たな。はあ、おはようございます。ん、青山さんがご機嫌で、朝霧さんの機嫌がすこぶる悪そう。これはまさかもう一悶着あったのかな。おい、残念だったな。後輩の教育が行き届いていないのはお前の方みたいだぞ。あのですね、なら夏樹が遅刻をしたわけでもないのに何を勝ち誇っているんです。あの、これは、はあ、君と菅野くんのどっちが先に来るかってさっきからずっとその話。やっぱり揉めてた。まったく。そもそも早く来れば勝ちだなんて話はしていません。そんなところにこだわって教育をしているからマトリは無駄が多いと言うんです。朝霧、負け惜しみは見苦しいぞ。まさか。こんなことで勝ったつもりとは、笑わせるのは髪型だけにしていただきたい。そうか、ジャンクを食べ過ぎると面白くないことでも笑えるようになるんだな。やれやれ。栄養バランスがどのと、いちいち神経質になる人間よりは豊かな精神状態にあるでしょうね。よくもこうポンポンお互い思いつくね。まあ
まあまあまあ。これがマトリト警察のエースって。しょうもねえな、小学生かよ。なんとなく心の声が透けて見える。ん？あの角でコソコソしてんのは？あ、気づかれた。生田さん、し。早乙女さん、どうかしました？いえ。わあ、ぎょーな。おはようございます。おはようございます。ねえ、びっくりした？見ての通り。イエーイ、いたずら好きな二人。ええー、珍しい組み合わせだな。駅で会ったんです。まあで、せっかくだから誰か脅かそっかって話になって。どういう会話の流れで気が合うんだね。はあ、また朝からくだらないことを考えたものですね。河合君、今日も元気そうで何よりだけど、もし転んだりしたら危ないし、こういうのはほどほどにね。研究室のメンバーであるお前の失敗は巡り巡って俺の評価に響くんだよ。おとなしく隅の方でキャッキャしてろ。おとなしくとキャッキャは真逆のような気もしますけど。はーい。今日も元気に猫かぶってるな、まあ、早乙女さん、二面性のあるキャラクター。おや、あ、もう皆さんお揃いですね。すまない、私たちが最後か、待たせてしまっただろうか。いや、俺たちも今来たところなんで。いつもと比べると少々カジュアルな格好をなさっているけれども、それを補ってあまりある九条さんのオーラとショッピングモールとの親和性の低さがすごい。まあ、なかなか来ないんでしょうね。あ、はよ。あ、おはよう。クローズドの札がかかったチェーンを外して、パークの中から現れたのはマキ君だった。マキ君絡み、 M トイズの施設なんかね。ケイちゃん、おはよう。全員揃ってるよ。うん、サンキュー。おはようございます。早い時間からすいません。じゃあ今日はよろしくお願いします。同じ形の機械がずらーっと並ぶちょっと不思議な部屋。私たちはついさっきまでそこにいたはずだったけれど、立派な作りの木製の大きな机、大きな本棚に並ぶ古そうな書籍と実験道具、ずっしりとした質感のカーテンが下がる窓の向こうに見えるのは穏やかな湖畔。すごい。すごすぎませんか？お前な、真顔で固まってるから最初に何言うかと思ったら、なんだそのひねりのない感想。青山さんはどうしてそんなに平然としていられるんですか？こんなすごすぎる技術を前に感動が足りないのでは？もう熱狂的なファン。うるさい。ああ、すいません。あ、腕も動かした通りに動く。うわ、本当だ。なるほど、これがバーチャルとは。確かに驚きますね。最近のゲームってえぐいくらいグラフィックが綺麗になってて、ものによっては映画みたいだし、ほんと熱いんですよ。にしてもすっごいな。あ、それでは改めて皆様、ようこそいらっしゃいました。本アトラクションはエブトイズさんが生んだ大人気カードゲーム、ソードオブファンタズマ、通称SOP とコラボした。あ、SOP、こういうことだったんだね。期間限定のアトラクション。だから昨晩寝る前に読んでいた本はこの SOP の攻略本だったんだね。最新の VR 技術を取り入れたリアル RPG です。本日はテストプレイへのご参加、誠にありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。
楽しみ。急な話で悪いんだけど、と前をいたマキ君から。このテストプレイに誘われたのはちょうど先週のことだった。急なのにこんだけの人数集められたんだね。メディア関係者や一般のお客さんに参加してもらう重要なプレオープンイベントを前に、細部の設定見直しと最終調整をという話が急遽浮上したらしい。そういえば今日霧島さんと金目くんは来られなかったんですね。九条さんがいらしていて霧島さんがご一緒じゃないのって少し珍しいような。まあボディーガードだからね。え、そうなんです。もちろんぜひ参加したいとおっしゃっていたんですが、残念ながらどうしても都合がつかなくって。何かお仕事ですか？いや、霧島と要は明日の催し物の準備がまだ終わっていないそうでな。え、催し物とは？はい、九条総裁パート2ですよ。お。といっても今回は屋敷内でのささやかなハロウィンパーティーなんですが、そうなんですね。結構派手に開催されたやつらしいよね。あの唐突かつ大規模なお祭りが再びというわけではなさそうだけど、まさかのパート2。足元にある3つのパネルは前進、アクション、後ずさり、同時に踏む組み合わせによってもいろいろな動作ができますので、しばらく自由にお試しください。足元のパネル、あ、 VR ゴーグルをつける前に見たマシン内の景色を思い出しながらふと足元を見ると、まあなんかイメージ的にはプリクラの機械みたいな中に入ってるってことなんかな。上三角、四角、下三角の3つの形がぼんやりと縦一列に光っていた。そのうちの上三角をそっと踏んでみると、進んだ。全身は踏むために歩く、走る、止まるが切り替わるで間違いありませんか？はい、おっしゃる通りです。動いてる時に首振ると方向転換になるんだな。これ止まってる時以外は視点固定ってことか？いや、前を踏みっぱなしにしとくと進行方向固定で周り見られるみたいですよ。あ、ジャンプもできました。楽しいですね。ジャンプはどのように？アクションパネルを少し早めに2回でしょうか。四角ボタンね。はい、それで合ってると思います。ふむ、少し早めに2回。九条さん、まあ、まだ操作に慣れていないでしょうからね。突然真顔のまま猛スピードで駆け出して壁に激突した九条さんというシュールな光景にどう反応すべきか迷っていたところ、まあ、前進ボタンを2回押しちゃったんだろうね。九条さん、今踏まれたのは多分前進パネルなので上三角ね。ジャンプの場合は中央の四角を。そうか、中央。なるほど、楽しそう。九条さん、コツをつかまれましたか？ああ、問題ない。ジャンプする九条さん、現実世界ではあまりお目にかかれないレア映像だな。皆さん、飲み込みが早くって素晴らしいです。では説明を進めますね。だいたい1パーティー5名前後の協力プレイを想定した難易度になっていまして、今日は6名と5名の2チームに分かれていただこうと思うのですが。協力プレイですか？はい、何の視線で？じゃあ青山さんチームと司さんチームで分かれましょうか。ナイスアシスト、意義なしです。ええ、同じく。は？まあ構いませんが、絶対この二人は協力プレイとか無理でしょ。しょうもない小競り合いブラザーズは確認言ってくれ。
なんか犬猿の仲オーラすごいしな。はーい、いいと思います。リーダーが先に決まってた方が分かりやすいですよね。ああ、そうだな。まあこうなるか。うん、本人たちは自覚なし。まあ同じチームにならなくて済むなら願ってもないが。九条さんたちもそれで大丈夫ですか？構わない。私たちが一番こういうことには不慣れだろうからな。決め事はそちらに任せよう。よし、じゃあここは平等にグッパーしましょう。グッパー？グッパー初体験の九条さんと神楽さんにルールを説明し、なぜかチョキを繰り出してきた宮瀬さんのために一度仕切り直して、そういう人いるよね。それぞれのチームのメンバーは決定した。では青山さんチームが、牧さん、進藤さん、早乙女さん、菅野さん、楠垣さん、こっちが6名チームね。朝霧さんのチームが九条さん、宮瀬さん、河合さんと神楽さんですね。はい。司さん、敵ですね。よろしくお願いします。そうですね。青山と楠垣さんは別として、他の方にあまり迷惑をかけないように。さらっと別にされたマトリへの敵意識。ではよろしくお願いします。はい、こちらこそ。同じチームの方の攻撃は当たってしまってもダメージにならないので、戦闘では心置きなく武器や技を振るってくださいね。え？同じチームの方の攻撃はってことは、相手チームの攻撃は当たるってことですか？実はそうなんです。基本はモンスターと戦いながらゴールを目指すゲームなんですが、プレイヤー同士の戦闘も可能になっていまして。これはこの二人バチバチしちゃうね。ゲームクリアのためにはゴールに向かう前にミラーストーンというアイテムを2つ集める必要があるんですが、これを所持している相手を倒すと戦闘後に優秀できます。ほう、なるほど。そういうことか。まあ可能ではありますが、もちろん必須でもありませんので、チーム同士の争いはほどほどに。まあクリアが難しくなっちゃうからね。そうですよね。あはは。争う気満々だな。っていうかさ、チーム同士で争う要素があるなら人数少ないこっちが不利な気がするんだけど。そうだな、ジョブでバランス取らないと。ジョブとは？五条家当主が説明を求めている交流を深めるチャンス。あ、ゲーム内での職業です。何を選ぶかによって使える技や能力が変わるんですけど、SOP はジョブの種類がすごく多いんですよ。なるほど。へえ。楠垣さんお詳しいんですね。あはは、実はこれ昨日の夜に攻略本で得たばかりの月焼き場の知識なんです。でも夢に出るくらい読み込みましたからね。私もこういったゲームはあまり慣れていないというか、全然詳しくないので。アンポンタ、またお前は俺の邪魔を。まあ、人脈とか好きですからね、早乙女さんは。さっきから彼はなぜ笑顔でクソガキを睨んでるんだ？なら、そういうことならここで好きなものを選ぶより効率よく動けるチーム構成になるように、誰が何って指定してもらった方がいいかもな。はい、ですね。じゃあここはマキ君に任せた。え？まあそれならケイちゃんが良ければだけど。俺はいいけど、逆にいいのか？まあ、自分のチームに有利になったりとかもできちゃうからね。うん、それが一番いいと思う。まあ、詳しいからね、このゲーム自体にも。いいよ。バクマ賛成。マキさんはエコひいきとかずるいことしなさそうだし、うん、人柄も評価されてね。おや？河合くん、僕の顔に何かついてる？ううん。別に、うん、早乙女さんに任せたら偏りそうだね。おい、何でもいいが、俺は極力武器を振り回したり走り回ったりしなくても済むものにしてくれ。それから九条も。これは気遣いだね。はい、わかりました。まったく不服な顔をするな。
はあ、していない。いや、してる。それではジョブ選択モードを起動しますね。一旦映像が切り替わりますが、そのまま動かずにお待ちください。Now loading。 まあ最近のゲームロード時間短くなってるけどね。トピックス、ハイクラスジョブ。全30種のジョブの中にはハイクラスジョブという上位ジョブが存在する。強力な必殺技が使えたり、 HP、 体力や MP、 魔力がとても多かったりと、大変強力なジョブ。その反面、通常のジョブにはない特殊なデメリットがそれぞれにあるため、少し癖がある。パワーバランスはちゃんと取れてるんだね。ジョブが選択されました。反映します。アナウンスとともに Now loading の文字が消え、その代わりに目の前で赤い矢印が点滅し始める。ジョブの反映が完了しました。あなたはシーフです。シーフ、泥棒か。バトルコントローラーを手に取ってください。コントローラーは、あ、これか。赤い矢印の示す場所に置かれた黒いリモコンのようなものを握ると、お、いよいよ始まる感じ。また一瞬で目の前に異世界が現れた。今度はお城かな。雰囲気あるな。あ、おお、リモコンが探検になってる。短い剣というか服も変わった。すごい。グスガキの武器は断剣か。あ、はい。まあリーチは少し短そうだけどね。振り返った瞬間、立っていた青山さんの姿に顎が外れそうになる。青山さん、それは。あ、俺はパラディンになったらしい。騎士姿。そういうデザインの鎧を着こなせる現代日本人って存在したんですね。うん、本当似合ってる。ん？そうか。お前はそれなんだ？まあ見た目からは判断しづらいよね。私はシーフです。後の方々は、うん、気になりますね。おお、似合ってる。わ、また進藤さんもすごく素敵な感じの。何のジョブですか？俺は。名前はサマナーらしいが、なんだかは知らん。サマナー、あ、召喚師ですね。なら。その肩にいるのは召喚獣か？ん？あ、リ。リ？ふん。なんでもない。可愛いものが実はお好きですからね。なぜ、リラックマが俺の肩に？コラボしてるのかね？どういうことだ？全くわからん。わからんが巻き消えた。悪くないセンスだ。まあリラコマ好きっていうのがバレてるわけじゃなくて、動きたくないからっていう要望に応えて召喚獣を戦わせるサマナーにしてあげたんでしょうね。お、菅野たちも来たな。おお、みんないい感じですね。ええ、皆さん着こなしが見事すぎて、なんだか並ぶのが少し恥ずかしいです。いや、早乙女さんもバッチリ決まってますから。敵組織の四天王って感じ。敵ですか。一言余計だったね。初期から仲間なのに終盤で裏切るサイコパスみたいななりしてるやつが言えたセリフか。よくそんなことすっと思いつくね。まあ、メインストーリーともちょっと被るような菅野くんのポジションだよねこれ。ああ、目は口ほどに物を言うとはこのこと。いや、今似合ってるじゃん、シーフ。当たり。菅野くんは？うん、見た目からじゃちょっとわかんないかな。俺はアサシン。武器お揃いな。暗殺者か。アサシンか、すごいハマってるね。サンケ。おい、警察官に向かってアサシンがハマってるっていうのは褒め言葉なのか。まあ、確かに。あ、普通に褒め言葉じゃないですか。かっこいいってことなら、まあ、いい意味で伝えればね。もちろんそういうこと。タイはないので。そ
早乙女さんは魔法使いですか？ええ、そうさらです。少しでも皆さんのお役に立てればいいんですが。あ、マキ君も来ましたね。どうも。お待たせしてすいません。全員分選んでいたら時間かかって当たり前だ。ありがとな、うん、ここ大変な役割だった。あ、いえ。ああ、武器が二丁拳銃ってことはマキ君はガンナーか。かっこいいな。え？ああ、どうも。なんかもう今更何を驚くこともないんだけど、アラサーの成人男性がこれだけ思いっきり非日常的な格好をしてて、誰一人浮かないどころか全員死ぬほど似合うって、一種のステータス以上な気がする。ハロウィンの時の仮装とかも楽しみだね。あの、全員問題なさそうだったらスタートしますけど大丈夫ですか？全員って、あれ、朝霧さんたちは？ああ、ここからはチームごとの行動になるから、向こうのチームは別で集合してる。あ、そうなんだ。そうそう。ちなみに司さんのジョブって何になった？おい、やめとけ。こっちだけ向こうの情報を仕入れるのはフェアじゃないだろう。さすが青山さん、フェアプレイ精神ですね。別に、こっちが勝った時に後から朝霧にごちゃごちゃ言われたくないからな。なるほど。というかチーム同士の勝ち負けはルール上存在しない気がするんだけどな。わかりました。じゃあ向こうがどうなってるかは会った時のお楽しみってことで。よし、いよいよ行きますか。じゃあ青山さん、コントローラーのボタン押してもらえますか？リーダーに託すんだね。ん？どれでもいいのか？はい、大丈夫です。スタートしますか？はい、いいえ。行くぞ。お、始まる。ワクワクするね。幻を吐く竜に支配された世界。ここでは現実と幻の境がない。昨日はあったけれど今日はない。今日あるものが明日もあるかはわからない。本当は何もないのかもしれない。哲学的だね。お互いを疑い合って争う毎日、それを終わりにするためにあなたたちは旅に出る。すべての幻を切り裂く聖剣で本物の世界を取り戻すために、そういうテーマなんだ。何があっても諦めないで、後悔しないで、止まらないで。たとえすべてがあなたでさえ幻だったとしても、あなたの世界を変えるのはいつだってあなただけなのだから。ソードオブファンタズマ、楽しみ。プロローグの文章がゆっくりと流れていった後、私たちの目の前に突如として広がったのは、うん、どんな世界？街だ。ああ、ザ・ RPG って感じ。なるほど。フィールドカードの始まりの街と同じ景観ですね。効果は旅支度。デッキの中から1枚好きなカードを引けるでしたか？はい。すごいな、その通りです。 SOP 遊んでいただいてるんですか？いえ、せっかくなので今日のために少しだけ予習をしてきたんです。クソガキさんと同じですよ。攻略本だけで頭に入れる、やっぱ頭いいんだね。実際にやっていかないと頭に入んなそうだけどね。この1週間寝る間も惜しんで攻略本を隅から隅まで読み込んできた。一夜漬けのハッピー素人なんか敵じゃねえんだよ。見てろ、ここでも違う争いが。なあ、でスタートしたのはいいが、これからどうすればいいんだ？多分そろそろガイドが起動するはずなので。こんにちは。錦鯉さんみたいな言い方しちゃった。え？どこからともなく飛び出してきたのは、大きな瞳が印象的な小さな魔女さんだった。
はじめまして、私は魔女のベル・ベルリオーズ。ベルでいいわ。本物の世界を取り戻そうとしている人間はあなたたちね。かわいい。なんだこいつは、一体どのページに出てきた？予習では出てこなかったやつ。あなたたちが無事に聖剣を手に入れられるように、私がしっかり導いてあげるからね。よろしくね。はーい、よろしく。わかった。なるほど、この魔女の指示を聞いて動くんだな。気のせいか、この魔女確か。マキ君？え？どうかした？いや別に。それじゃあまずは何しようか。は？やば、あった、まさかのガイドしてくれるんじゃないんだね。とりあえずあっちに行くといいことがあるような気がするよ。行ってみよう。ガーガー。結構適当だね。おお、消えちゃった。雑。仕方ない、行けと言われたら行くしかないだろう。そうですね、とりあえず行ってみましょう。思い出せない、ベル・ベルリオーズ誰だ。やっぱりおかしい、あの瞳の色。エラー的な何かなのかな。どうなんでしょう。おかしいな、コントロールルーム。どうした。あ、伊藤さん、ベルの瞳の色って最終的にグリーンになりましたよね。おう、そうだったと思うけど。マキさんのいる方のチームで今ベルが起動したんですけど、見間違いじゃなかったらピンクだったんです。それになんかキャラ感も。え？お話中すいません。伊藤さん、マキさんのお知り合いだという男性がお二方いらしているんですが、レベルメンバーかな。ああ、マキさんから伺ってる。俺が対応するから、とりあえず控室にご案内しておいて。わかりました。ちょっとベルの設定確認してくれ。はい。まさか、いやまさかだよな。どうぞ。失礼します、お待たせして申し訳ございません。担当の伊藤です。ああ、どうも、忙しいところを訪ねてしまったようで申し訳ない。少し様子を覗けたらと思って軽い気持ちで立ち寄ってしまって。いえいえ、とんでもないことです。いらしていただけて光栄です。それより大丈夫ですか。はい。先ほど担当者の方はちょっとしたトラブルの対応中だと、そう伺ったものですから。また悪い癖が出ているな、こういうの楽しんじゃうタイプだからね。NPC の設定が旧バージョンに。はい。あ、NPC？ ああ、ノンプレイヤーキャラクターの略だよ。プレイヤーが操作するんじゃなくって、勝手に喋ったり動いたりする、あらかじめプログラムされたキャラクターのこと。ランダムで設定されるガイドキャラクターは4キャラいまして、いずれもこのアトラクションに向けて作られたオリジナルキャラなのですが。だから早乙女さんも知らなかったんだね。真剣ゼミで出てきたやつだパターン見たかったけどね。そのうちの一つ、魔女のベルは開発の途中で大きく性格や設定が変更になっておりまして。でもなのに、その変更が反映される前の魔女が今ゲーム内で起動してると。はい。初期のベルは少々クロート向けというか、 SOP や RPG 自体に慣れていない方にとっては少し不親切な設定なので、こちらで操作して別のガイドに変更しようとしたんですが、なぜか何度やってもエラーになってしまって。最新データのバックアップは？それは問題なく本社の方に残っております。なのでこのテストプレイの終了後、データ自体はすぐに書き換えられるそうですが、エラーの原因がわからないとプレイオープンの日に同じことが起きないとも限らないので、原因解明を急いでいます。なるほど。確かに不思議なエラーですね。まるで誰かが意図的にそうプログラムしたような。本当にそうなのかね。なんだ、何か心当たりが。それはねえ、よかったらお伺いしても。と、不具合の舞台裏も気になりますが、今回はここまでにしておきましょう。
次回はいよいよ VR ゲームの中のファンタジーな世界観を深掘りできそうだね。今後も引き続き男性目線で彼の気持ちを紐解く乙女ゲーム実況でやらせていただきます。お気に召した方は高評価とチャンネル登録のほどお待ちしております。いつもご覧くださっている方もご覧いただきましてありがとうございました。また次回もお待ちしております。